フォートナイトの厳しさは俺が教えてやるよ。はい、田中90です。今日はね、ソロスクワットっていうねモードをねやっていきたいと思います。ソロスクワットはモードじゃないな、スクワットをソロでやっていくから、ソロスクワットだ。スクワットというモードをねソロでやっていきたいと思います。はい、実はね一回ソロスクワットね優勝した動画あるんですけどね、マイクとキーボードとねいろいろバグってたんでお蔵入りしました。はい、なんでね本邦初です、動画としては。いやー、頑張って優勝していきたいですね。みんな配慮して負けてくんねえかな。この時点でさ、94人減ったら俺の優勝なんだよね。もうそれでもいいよ、それでね。あと1分間、あと10分間 ?1 分間じゃない、あと10分間ね。ブラックアウトすれば10分になるからな。なんで10分になんなきゃいけないかっていうのはね。まあ、まあ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 ってことです。やっていきましょう。人数は、ワン、え、ワン、え、ワンだけじゃね、あの、おばはんだけじゃね、後半で社会の厳しさ、あ、やばい、社会の厳しさ教えられ、やばいやばいやばい、やばい、ね、逃げる逃げる。来ないでしょこれ。え、これソロ、え、ソロじゃないよね、ダウンあるからね。え、たまにさ、なんかさ、ソロスクワットとかスクワットやってるとさ、なんか一人しか降りてないとなんかさ、あれ自分ゲームモード間違ったみたいな感じ、うん、ウケるな。待って、ソロスクワットはねやってる人、動画化してる人も結構いるからね。PC 版だと少ないんじゃない、いや、PC 版でもいるわ。嘘ついた、ごめん。普通に PC 版でもやってますね。はい。まあでも、全体的にはやっぱプレイ4版の方がいいかな。てか、プレイ4版ね、人口多いよね。やっぱ、見てると思うけど。もう PC がね、なんだろう。PC が、あ、やばい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 。PC の悪、やばいやばいやばい。PC の悪口言ってたら来た。どうしよう、これどうしよう。立ってきなさい。立ってきなさい。二人いる、二人いる。オッケー、あ、やばいやばい、なんか2人出てきた、やばい、オッケーオッケーオッケー、これでしょ、やばいやばい、オッケー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 、これがそのスクなんだよな。まあ、こんな感じでね、そのスクワットはね、数の暴力に屈しようとするがね、屈しようとする、屈しようとする、屈しようとするじゃない。屈されようとする?あれ、屈するの受動体ってなんだ?屈せられる。屈する。屈するだな。まあ、まあね、日本語の勉強置いといて、まあ、なんとかなります。ショットガンが本当にいらないって感じですね。まあ、AR はね、いらない気はしなくもないです。なんでかっていうと、AR はね、数の暴力にね、対抗できる要素があまりないっていうのが弱点なんですよね、やっぱ。あとね、C4 もね、強い読みって実は弱いですね。足場を壊しちゃう。ね、下に行ってね、絶望するんで。ん?いる?これ。いる?いないか。でもね、ソロスクはね、物資がね、あれなんだよね。物資ってか、資源も重要だし、物資も重要っていうね。まあ、理想としては、ヘビーショットガン、いやね、タクティカルポンプの、タクティカルの方がいい説あるんだよ。タクティカルポンプってなんだよ。まあ、いや、タクティカル SG の方がね、一番いい気がするんだよね。ヘビーは強いんだよ。ヘビーは強いんだけど、やっぱね、なんか集団戦向きじゃない。ブレート遅いしね。タクティカルはそもそも弾が多いし、8発って。だから集団戦でね、割とボコボコにできるしね、乱数さえ良ければ。おー、ドラムガン来た、ドラムガン来た。確かにね、ソロだとね、ドラムガンよりね、正直ね、AR プラス SMG はドラムガンの方がいいんですけど、ソロスクワットだとね、割とね、中距離戦やってもこっちは負けるんで、どうせね。だったら近距離でゴリ押すってね、ワンチャンを狙った方がいいっていうね、判断なんで、今はね、AR を捨ててます。やっぱね、AR はね、強いんです。AR はね、自分的には強いんですけど、はい、なんだかんだソロスク向きじゃないかなって感じはしますね。あー、いる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 、喋ってた。やばいやばいやばい、やめろやめろ。争うな。これは。やばいやばいやばい。オッケー?オッケー。やばいやばい、いるんだけど、なんかいたんだけど、なんかいたんだけど。なんかいたんだけど、なんかいたんだけど、なんかいたんだけど。やばい、いたんだけど、やばい。オッケー、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 オッケー。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。オッケー、なんで77?やばい、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 やばい。危ねえ。まさの終わり。あ、いるいるいる。あ、一人。あ、一人だね。一人よ、こっち気づいてる。いる、気づいてる、ね。いや、二人いる。
見て。マジでか、エイム外しすぎだろ、田中99さんよ。今のは俺のミスっすわ。今のは俺のミスっすわ。まあ、こんな感じでちょっと厳しいものがありますがね、頑張ってね、優勝目指していきたいと思います。続きます、どうぞ。はい、ではね、第2戦目やっていきましょう。あれですね、プレザントパーク降りたいところですが、私はね、IQ ね、90あるんで、リスキーリルズを降ります。ここでプレザントパーク降りる人は IQ80 っすね。IQ90 はリスキーリルズに降ります。IQ5 万はジャンクジャンクションに行きます。じゃあ行きましょう。あれだなぁ、これは、人はいないことを祈りましょう。人がいたら負け。あー、今開く音聞こえた。うわー、いる。でも初期スキンってことは大したことねえだろ。初期スキンはね、恐れるに足らず。まあ、ボコボコにしてないよ。ちょっと待ってる、お前らに。フォートナイトの厳しさ、俺が教えてやる。フォートナイトのな。止まれ。あばよ。あばよ。ん？これいるだろ。いや、当たんねえのかよ。もう3点ます、お前。裏切ってんじゃねえ、人のこと。OK。OK。OK。やばいやばいやばい。見て。どこ？これ、見てないな。OK。回復するか。ダマ。これで、もうスコイアル来た。全然嬉しくねえ。これ全然嬉しくねえ、スコイアル来ても。これ、ここまで来ても嬉しくないじゃん、すごい。オッケー。おい。これやったんじゃね？これ、資源取るか。資源出して。これ逃げる。これで、こうだな。有利なとこ取らないとね、やれるかな。どこにであったら。これ、見せてやるか、俺のスコイやるの。すごい、すごいやつ、即着だ。すごいやつ強くね、即着だ。オッケー。強速をスコイやる。即着だぜ、この武器。こんな強い武器あっていいのか。最強じゃん、これ。バグチート無双だろ。バグ要素はないけど。あーすげえな、スコイアール。すげえ強え。さすがにハモったな。スコイアールすごい強かったね、みんな。あー、これドラムガン2個。いや、ドラムガン2個ってね、微妙なんだよな、実は。強そうに見えて弱いんですよね。金スカーか。ちょっとこう、やっぱ金スカーにしよう。最初 AR はあんま使えないとか言ったけど、金スカーは例外。俺金スカー大好きだからね。金スカー近距離としても使えるか、別に。金スカーを信じれば大丈夫。これは、ラスト決戦の説？ダウンさせていただきます。これはね、いや、ダウンで終わりか。ロケラン打ってる。すげえ、ラスト決戦だ、これ。これ、玉る準備ですな。1、2。打ってることは3人いる。確定3人、4人で、あと2人だ。あと1人だな。あれ、行った方がいい、これは。半分体の可能性もあるからな。三分体の可能性もある。やばい。いや、こいつとの決戦長引いていかせていけないんだよな。こいつの決戦やばい。オッケー。回復しよう。んだ。これどこ？やばい。勝たして。これで。オッケー。勝ったソロスク。ソロスク勝ちました。勝っちゃいました田中90。やばい、最後陰キャ勝負で勝った。やっ。ソロスク勝てたよ。マジで嬉しい。本当に一回ね、十何キルしてポツの動画もあったからな。まあ今回こんな感じでね、ソロスク勝てました。意外やっぱね、最後ね、大事なことは皆さん覚えてください。玉です。今回こんな感じで終わります。お疲れ様でした。おつー。
まあ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 。